鉄兵の容体は？すでに軍にあるすべての邪眼を接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですが、ごく一部では。三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容体を見たいと考えております。ただ、兵士たちは皆、邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度、前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば、軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて、幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？いけません。危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼は、おそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには、邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかし、そこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ、間違いなく逃げられるでしょう。はい。少し考えさせてください。邪眼を接収するときから、この件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、そして、輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。私はあなたを止めません。しかし、くれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。え？その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかったよ。